ローブモンタントを着用する、綾子女王、つぐ女王、秋子女王、正人ひと妃、花子アフタヌーンドレスは、女性の昼間の冷装、日中の集会、式典、食事会などで着用される。女性の昼間の清装とされ、男性のモーニングコートや、クロックコートと対応なす。アフタヌーンのドレスといっても、現代では午前中の行事から着られる。アフタヌーンドレスと呼ばれるのは、 19世紀欧米の上流階級の婦人が午前中に家事を行い午後から社交行事のため外出に来たドレスから来た言葉だからであるワンピース型の衣服でスカート丈はくるぶしまでの総丈かそれ以上の長さである装飾性が高いドレスの場合は裾を床に長く引くこともある夜間に着られるイブニングドレスとは対照的に 7分袖以上の長い袖を持ち、襟ぐりも浅く、肌が露出しないようになっている。襟元が詰まって、立ち襟になったものは、ローブモンタントと呼ばれ、現在の日本では、皇居での行事の昼の縁で見られる。形が似ている襟が詰まり、長袖のイブニングドレスとの違いは、招待された側が、帽子ありなら、ローブモンタント、帽子なしなら長袖のイブニングドレス、同伴の男性が、 モーニングコートなどの昼用なら、ローブモンタンとタキシードなどの夜用なら、イブニングドレスと区別できる。素材は、無地の淡い色で光沢のないもの、透けないものが用いられ、装飾品も、真珠など、あまり光沢のないものを用いる。帽子が着用されることも多い。第二次世界大戦前の宮中の観光会、観客会、行刑、私越に着用された。 ビジティングドレスが竹を時代に即死礼装として格上げされ、アフタヌーンドレスとして着られ、スーツスタイルもアフタヌーンドレスに格上げされた。略式では、スカート丈を膝丈程度にしたり、ツーピース型の衣服やレディーススーツが着用されることもある。またイブニングドレスの上にボレロなどの上着を羽織って代替とすることもある。ありがとうございます。